じゃ見つけられないようないろんな各視点からのシスターからのこのなんていうんですかね、意見が出たりとか、でもこの話し合いとして の、 このアイデア出しとかまとめとかはこの2人と、まあ、組めて本当に良かったなと思います。ありがとうございました。単純にこの自分とは違う意見であったりとか、じゃあこういうやり方はあるんじゃないかっていう意見を2人から聞くことができて、単純にこのグループディスカッションがすごい楽しかったです。で、今回4時間の説明会だったんですけど、自分の中ですごい4時間っていう時間ほど長く感じなくて、やっぱり内容が工夫されてるからこんな楽しめながら4時間過ごせたのかなと思って、すごい楽しかったです。やっぱり一人で考えるよりはこの複数人数で考えることで考えとかも深まるし、自分が思わなかった考えとかも出ていって、それをなんかチームで一つにまとめるっていう作業がとても楽しいなって思ったのが一番印象的でした。